ちょっと僕の人ってチェイス力が全然違うっていう。チェイス力って僕の方がチェイスあるんだよ、本当は。表面上チェイス力は僕はないでしょ。ロングのチェイス。長距離走ったかどうかは僕はないですよ。場所が綺麗かっていうと僕の方がありますよ。ダントツで。毎回綺麗じゃん。美しいじゃん。ショートチェイスなのに回るじゃん。場所が綺麗だからです。ちゃんと発電機の位置を描いているからです。チームプレイやってるからです。つまり画を通さずにチームプレイやったからです。画を通してしまうとダメです。チームプレイをやらないと。成功でもまあ勝てたから、あれは悪いけど、木村優衣のやつがやばかった。トンネル下ったやつじゃなくてね。いや、必死で逃げました。いや、結果論、妨害入ってっから。うん。そんなことやってる暇があったら、こっちの方にないことが分かったから。向こうにあるんだ多分。あ、時間の無駄だからやるわ。合わせるかもしれないし。やっぱりそうやね。向こう方面にあったんだよ。何になったのっけ。さっきのゲームもベストパフォーマンスでしょ。チェイスしている人がね、発電機の5台目の妨害を連発した。まあ、キラーがね、キャントンっていう汚いことをやってたから。でもその中でベストを尽くしたでしょ。空っていうのを抱えて。あそこまで行ってるっていう。で、最後ね、治療してんだぜ。ゲート上げるわ、普通に考えて。ゲートも上げねえの。あそこの近い位置にいて。救助も行かねえやつに。俺の方に食らっちゃった。弾いて。何回もやんないで、もう発動しちゃうわ、俺んとこ。早すぎだから、あと。タイミングずらして。
知らねえ。ここ回さないと遊ばない。バレちゃう。出るまで一緒にバレちゃう。さっきの木村優ができなかったこのプレイ、これ負傷状態でも俺は入ってる。だからヒロちゃんといれば強い。これをやってくれればだけでも全然違うんですよ今。これがヒロちゃんデッドバイランスーパースベストパフォーマンス連発プレイヤーだからね。野良があれだと負けるけど、それ以外は俺がいれば勝つ。それまで陣営対策でちゃんと安全な位置で発電機さんと回し続けてた。ダンプトンネルしかしてないってことでしょ。そんなことをしても勝敗にはなりません。うん。勝利にはならないんです。はい。うん。フェアプレイで勝ってみろ。うん。俺には勝てない。